スティーブストン。スティーブストンは、カナダブリティッシュコロンビア州南西部の村。メトロバンクーバー地域リッチモンド市に属する。ジョージア海峡に面した漁村で、かつては、鮭の缶詰化工業の中心地として栄えた。人口は26,600人。2007年末。19世紀後半から、日本人移民が多く住み、現在も大きな日系カナダ人コミュニティがある。 日本の文献では、ステーブストンと記されることもある。ブリティッシュコロンビア州の大陸側、フレーザー川デルタに形成されたルル島の南西端に位置する。フレーザー川の南分流が、ジョージア海峡に注ぐ、河口部に漁港が作られ、その北に村が発展した。バンクーバーの中心街からは南へ 17km、車で30分ほどの場所である。この村の名は、 この地に定住した最初の白人であるマノア・スティーブス、マノア・スティーブスに由来している。マノアは英国自治領カナダの実業家、政治家であったウィリアム・ヘンリー・スイーブス、1814から1873のまたいとこであるが、性の良いお一つをとして、スティーブスを称した。マノアとその家族は、東海岸のニューブランズウィック州モンクトンからオンタリオ州チャタムへて、 1877年、内市78年頃にこの地に到達した。実質的に居住地を開いたのは、彼のこのウィリアム・ハーバーと、ウィリアム・ヘルベルト・スティーブスで、この居住地が1889年に、スティーブストンとなった。1882年、マーシャル・イングリッシュ、マーシャル・イングリッシュとサミュエル・マーティン、サミュエル・マーティンによって設立されたフェニックス社が、この村で最初にできた。 大きな鮭の缶詰加工工である。1890年代には45の缶詰工場が立ち並んで村の約半分を占めるようになり、鮭漁とその缶詰加工がこの村の主産業となった。鮭の漁期である夏ごとに、この村には日本人、中国人、先住民、ヨーロッパ人の漁師や缶詰工場労働者が殺到し、やがて定住者の中に加わっていった。 また水産業の発達は大小の造船業の発展に重要な役割を果たした。世界各地から小船が港を訪れ、鮭の缶詰を積み込んでいった。この村の繁栄が頂点に達したのは第一次世界大戦前であった。スティーブストンは鮭の町サーモのポリス、サムナパリスとうわれ、バンクーバーの公的主とみなされていた。しかし、 缶詰加工業はゆっくりと衰退し、1990年代には、ついにその活動を停止した。王子の繁栄を物語るジョージアワン缶詰工場、工術は、1994年に、国定史跡に指定された。現在は、博物館を併設している、郵便局は、かつて、カナダロイヤル銀行の支店であった建物である、銀行は1970年代後半に、 道路の向かい側に移転した。戦後のスティーブストンはリッチモンドと共にバンクーバーの郊外住宅地として発展し、農地は住宅地へと変わった。活気ある漁港でもあった村は1970年代以降、その歴史遺産としての特質と海岸部を利用した開発を進め、商業と観光業を誘致した。かつては映画のロケ地としてしばしば使われたが、近年は 開発が進みすぎて、漁村の雰囲気が損なわれたこと、またカナダドルがアメリカドルに対して割高になっていることもあって、その機会も減っている。2002年、スティーブストンは大型ホブネのレースの開催地の一つとなり、ギャリーポイントパークがバンクーバー地区の主会場となった。数百隻のホブネが海岸沿いに停泊し、40万人の人々がこれを見に集まった。 このイベントは家族連れの目を楽しませたが、財政的には失敗であり、リッチモンド市議会からは強い批判を受けた。19世紀後半に始まった日本人移民は第二次世界大戦までスティーブストンの人口の大きな部分を占めていた。また、カナダの日系社会においてもスティーブストンは最大の集中地であった。第二次世界大戦中の抑留を経て人口は減った。 ものの、現在も、日系カナダ人のコミュニティがある。酒量と缶詰生産には、狂気に、多くの季節労働者を必要とした。カナダに、初めて渡航した、日本人とされる、長野万蔵も、フレーザー川川口付近で酒量に従事した一人で、ある。後に、日系カナダ人の選挙権獲得運動に奔走する、本間留吉は、1883年に18歳で、 スティーブストンに到着し、定住している。1888年、単身スティーブストンに到着した和歌山県日高郡三尾村、現、三浜町出身の久の義兵は、当地の事情を、郷里の漁村に伝え、多くの漁師たちを呼び寄せた。このため、スティーブストンの日本人社会では三尾出身者が、大きな比重を占めた。なお、移民を排出した三尾村は、 通称アメリカ村と呼ばれるようになった。酒量の繁忙期には数千人の日本人がこれに従事した。また定住して漁業を営む者も多くなった。1892年の周期則改正により、カナダ領海での漁労には英国民に発給されるライセンスが必要となったため、日本人漁民は定住を経て英国籍を取得するようになった。 1897年に、本間とめきを総理、団体長として、日本人漁師のご助組合、フレーザー側日本人漁師団体ができ、これは1900年に、州の認可を受けて、フレーザー側日本人漁者事前団体となった。当初3400人余りが加入していた、この団体は、会員を英国国籍取得者に限り、1908年、 スティブストン両社事前団体と改めた。両社団体は、病院や学校、寺院など日系人社会の公的施設を運営すと、共に缶詰工場との交渉を行う労働組合としての性格も持っており、また、地元白人社会による日系人排斥運動や州政府による排斥政策、漁労ライセンスの削減などに対処する役割を果たした。 スティーブストンの日系社会の指導者の一人だった吉田信也は1927年にステブストン労産会社を設立し農業にも事業を広げたこの村にはカナダへの日本人移民士の多くの足跡が残されている大川沈三郎は1896年にスティーブストンに来て事業を営んでいたが1906年郷里の人々83名を率いて 貨物、船水マルでかなえの密航を果たし、後にフレーザー側の中洲、スティーブストンからは離れた場所にあるで開拓事業を行った。第二次世界大戦は、スティーブストンの日系人コミュニティに深刻な打撃を与えた。1941年12月7日、現地時間、真珠湾攻撃によって太平洋戦争が勃発したのを契機にまず、 日系人の漁船がカナ海軍に接収され、ついで土地、家屋などの財産も没収されて、日本への帰国か内陸の収容所への移住かを迫られた日系カナダ人抑留。これにより、スティーブストンの日系人コミュニティは一旦消滅した。戦後、抑留から解放された人々のうちスティーブストンに帰ってきたのは一部であったが、今日も、 大きな日系人コミュニティが存在しており、発展を続けている。例えばこの村の柔道と格闘技の道場は、抑留からの解放後に発展したものである。1954年、当地の水産加工会社 BC パッカーズ、BC パッカーズの社長であるケン・フレーザーは、スティーブトンの日系カナダ人漁師に、共同コミュニティセンター建設のための多大な寄付を行った。 これは結局スティーブストンコミュニティセンターとなった。合意内容には日系漁師のご助組合が柔道場を持つことも含まれていた。1969年村での議論の結果、スティーブストンに日本式の武道場を建設することとなった。現在この村のランドマークとなっている武道センター、マーシャルアーツセンターはスティーブストンコミュニティセンターの隣に位置している。 1953年に設立されたスティーブストン柔道クラブ。スティーブストン柔道クラブは、カナダでも有数の歴史と施設を持つ柔道クラブである。初期の日系人たちの名は、富め吉本間小学校。1990年開校。本間富め吉日南なや、吉田通り、吉田深夜にちなむ林通り、荒野、庭園。百八十九年、カナダ和歌山県人会が、 フレーザーガー沿いに増援し、リッチモンド市へ寄贈としてこの村に刻まれている。また、スティーブストン、日本語学校、1911年設立が、現在も活動を続け、日系人、非日系人に日本語を教えている。スティーブストンは、今日も古風で、歴史を感じさせる漁村の趣きを残している。スティーブストンは、現在も600隻以上の漁船が母校とする。 カナダ有数の漁港であり、活発な漁業や国定史跡、ジョージア湾缶ンン詰工場ほ他歴史的建築物を要する観光業のために急速な変化を遂げてきた。人口の増加に対応して350以上の事業所数を誇り、訪れるにも住むにも人気のある場所となっている。晴れた日には観光客が海岸に設けられた板敷きの道、ボードウォークを散策しながら、 風景や人々や食べ物を堪能している。1945年以降、毎年7月1日のカナダで、建国記念日には、スティーブストンサーモンフェスティバルを開催している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。